あっちゃん、今日は寂しくすぐ会えるって、すぐ会えるって。あっちゃんとトー君とママとバーバで行くんだけど、パパもいてほしいの。パパはね、車で、ね、車でほら次の駅まで行ってるから。今からトロッコ列車に乗ります。こちらがすごい嫌がってます、はい、パパと離れるのが嫌だと言ってます。仲悪いの。めっちゃ嫌がっています。この空間で唯一電車に乗るのを嫌がろう。このなんか今日やっとさ電車が回復したんだよ。後ろになんかワンピースがなんか開く。あ、ワンピースがいる。あ、危ないよ、すいません。なんもやな。ずっといやいやいや。ワンピース。ね。パパがいる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 。パパお釣りください。あれ、どうぞ。観光トロッコ列車は県内外から訪れ、県内外から訪れ、この高森駅から立野駅まで全線開通果たしました、これはですね、たくさんのありがとうございます、たくさんの関係者の皆様のお力添え、そしてファンの皆様、応援してくださる皆様の応援があったからこそであります。はい、本日もたくさんのご乗車いただきまして誠にありがとうございます、皆様を楽しませますので、よろしくお願いします。全線運転再開、記念すべき1本目のトロッコ列車でございます。トロッコ列車の旅をですね、たっぷりとお楽しみいただければと思います。本日はよろしくお願いします。よかったね。はい、ありがとうございます。それでは9時40分発トロッコ列車ゆうすけ2号立野行きトロッコ列車発車いたします。早い、結構早い。全線運転再開いたしまして、記念すべきトロッコ列車立野まで2つのご乗車であります。皆様思いっきり楽しんでいただいて夏の思い出に残していただければと思います。やったね。はい、それではこの高森町は熊本の東側、夏に会場を運んだお客様いらっしゃるかと思いますが、進行方向左側に高森ゆうすけさんです。続きまして進行方向右側をご覧いただきますと、また浅間山並みが車内から一望できます。綺麗だね。はい、それでは進行方向左側に見えておりますのが昔の釘の村という地区であります。山の中腹に芝生の原っぱは白い建物が見えますが、野外音楽劇場のアステクタと申します。あとロックフェスティバルやカントリーゴールドなどが開催された音楽劇場であります。地元のですね、住民の方々が清掃活動を協力して行っておりまして、寺坂水源を美しく管理されております。もうちょっと面白いのが水の力でもある全自動ですね、芋洗い洗浄機もあります。手入れしていただいたり花を植えられて整備されております。次長用だよ、はい、長谷駅停車です。左側のドアが開きます。ニューパターって長いです。長用の次はパパが待ってる。あ、もう終わり。しばらくですね、列車の中真っ暗となりますのでご注意ください。真っ暗だって。機材をつけておりますので、まあ、多少大丈夫と思いますが、ご注意の中進んでまいります。頂上からの雄大な渓谷の風景、仮想風景を鳥になった気分でお楽しみいただければと思います。すごいじゃん。見せて。うわー、すごい。ほら、ちょっと見てごらん。うわー、すごいね。はい、それでは列車の中からカメラや帽子など落とさないよう十分注意してですね、車窓風景お楽しみください。第一白川橋梁でございます。高さ70メートル、橋の長さ166メートルございます。すごいね。ちょっと落とさないようにしてね。はい、この大白川橋梁は熊本地震で大きな被害を受けまして崩れてしまいました。列車の運行に支障があるとして、前あった橋をですね、
掛け替え直してこのように新しく大石川橋梁生まれ変わっております。そしてこのトロッコ列車の手すりですね、客室席にあります手すり、居住した位置に取り付けられております。座って顔がちょうど当たらない場所、立ってハンちゃんどう？このようにですね、手すりの位置も工夫されて配置されております。はい、大石川橋梁すごいね、それでは左側のドアからお降りください。危ないよ、お忘れ物なさいませんよう十分注意してお降りください。終点の建物到着です。忍者になったの？忍者に何かもらったの？忍者にね、ご乗車いただきましてありがとうございます。